こんばんは、アキラのゲームへこそ、ラスクラ実況です。今夜もお付き合いをよろしくお願いします。昨夜は素材集め、特に大小石集めのおすすめダンジョンの解説をさせてもらいました。で、その時に、僕も青の大小石が足りなくて、あのセイリオスの育成が止まってるっていう話をしたんですけれども、で今日も一日ですね、あのカルディナ遺跡を回ってですね、青の大小石を集めていました。で、今日一日でどれぐらい溜まったかというと、はい、125個溜まりました。昨日の、ね、多分終わりの時に3個ぐらいやったんですよ。だからまあ120個ぐらいはね、まあ1日で集めれるんかなって感じですね。なのでね、ちょっとねセイリオスの育成をねしておこうと思います。で、結果能力解放は94になりました。まだまだ足んないんですよね、青の大小石。あとね、残り確かあと100個ぐらいいるんですよ、うん、40って必要なやつがね 2,3 個まだ残ってたんでね。で、今夜はね、そんなセイリオスの今後のね、僕の育成方針とおすすめスキルセットの話です。その前に恒例の米読み。このチャンネルは、ほぼ毎日スマホゲーム、特にラストクラウディアの実況を投稿しているチャンネルです。私が中の人、アキラです。以後お見知りおきを。今夜の米読み集会は、ゴルド鉱山の反響する大音声です。ティッシュ E さん、アドバイスありがとうございます。聖なるオーラは完全に盲点でした。覚えさせてみます。前段カンストまで頑張ります。ということで、昨日ですね、確か、カエルの、ね、超必殺技のパワーアップでどうしたらできますかっていうコメントだったと思うんですけども、で、まあ、聖なるオーラとか、二刀流とかなんですか、じゃないですかね、みたいな話をさせてもらったんだけども、カエルをね、カンストさせるってなかなか面白いなと思いました。で、僕ね、正直、その主人公キャラ、全然育成してなかったんで、僕もね、ちょっとね、カエル育ててみようと思います。ティッシュさん、コメントありがとうございます。ヒデさん、大変参考になりました。自分は最近ソーサラーの育成で青が足りなくなってたので遺跡周回してましたが、前職バランスよく集めたいと思い、ゴルド鉱山のハードの反響する大音声周回しています。ボスに魔法は効かないので癖がありますが、大小石に加えて開業所ウニも前職落ちるので片手間に回したらいつの間にか止まってるって感じですね、ということで、前職バランスよく集めたいということで、ヒデさんのコメントを参考に僕今反響する大音声周回させてもらってるんですけども、確かに今これちょうどボスですね。うん、魔法が効かない癖がある。あ、確かにこいつだね、スペクターですね。けどまあまあ周回自体はそんな難しくないかなって感じはしますね、これやったらね、はい、で、まあ開業所とウニも前職落ちるって言ったらいいですね、確かに。で、僕自身もね、その周回素材集めの周回って、その何ていうのかな、簡単さもやっぱ必要やなと思いますよね、確かにね。で、そういった意味では、カルディナ遺跡のね、回りやすいんですよね。敵が基本的には、雷属性弱いんで。なので、まあ、今回はね、ヒデさんのコメントを参考に、周回をさせてもらいました。はい、さあ、何が落ちるかな？お！ウニが落ちました。ヒデさん、ありがとうございます。で、セイリオスの話なんですけども、まずセイリオスをね、話すには、まず前提として、個性、特技、それと能力解放で覚えるスキル、これについてですね、まず確認していかないといけません。まず個性について。清流の国名、氷属性の攻撃で弱点を追跡、ダメージプラス 20%。これね、最初段階まで上げた状態でプラス 40% になります。で、霊気無人、氷属性の武器を装備時、氷属性ダメージプラス 30%。これ多分プラス 30% が最高だよね。っていうふうに、まあこれ、セイリオスがね、実装された時の解説でもね、僕言ったんですけども、もう氷属性以外で戦うなという、まあある意味すごい縛りのあるユニットなんですよね。で、特技を見ていくと、走破線、前方の敵に氷属性の連続攻撃。走破傷、前方中範囲の敵を切りつけて直線上に押し込む氷属性の連続攻撃。刀陣烈心、前方中範囲の敵を凍らせて切りつける氷属性の連続攻撃。絶刀表形戦、敵単体に氷属性の強力な連続攻撃という感じで、まあ全部ね、まあ氷属性の攻撃なんですけども、それはまあもちろんなんだけども、これ重要なのはね、属性じゃなくてね、超必殺技も含めて全部広範囲の敵じゃないんですよね。特技の1から3に関して言うと、まず前方だけなんですよね。で、かつ引き寄せの効果もないんですよ。敵をこう、なんすか、ちょっと離れてる敵やったらこう近づけるみたいな力あるね、特技って結構あるんだけども、それもないんですよね。なので、実はこれ背中がガラ空きなんですよ。で、結果、その特技の発動モーションもね、全部長いんで、後ろから殴られたり魔法攻撃受けたらね、全部キャンセルされちゃうんですよ。
で、まあ、とはいえその火力はめっちゃあるんですよ、ね、でボス単体で戦う時って超久々の表形戦とかはもうすんごい強力ですごい効果は高いんだけれども、周回とかでそのいわゆる集団戦をする時ってのは実はあまり役に立たないとこってあるんですよね。正直僕とかの雷セビアとかランディとかを結構使ってるような人、そういった人からしたらセリオス正直ちょっと使いづらいところもあるかなと思いました。で、能力解放で覚えるスキルの一覧がこちら。で、まずクリティカル系がですね、クリティカルアップ、クリティカルアップ2、オートクリティカル、エイキ。で、ダメージアップ系がスカイハイ、剣ブースト、急所狙い、急所狙い回、氷アタックレイズ2と。で、さらに、特攻系が、スナイパーキラー、ナイトキラー、ソルジャースレイヤー、ウィッチスレイヤー。で、その他がですね、栄光のポーズ。これらがですね、能力解放で覚えるスキルです。で、魔法はね、一切習得しないです。かなり重いスキルだね。オートクリティカルとか、急所狙い、急所狙い、回とかを習得してくれるっていうのが、魔法ゼロの代わりなのか、対人間のみだけの特化された特攻がすごいですよね。ね、ウィッチスレイヤーとか。もうなんというかその、アリーナとか、幻影の塔みたいなところでこそ、実はその、進化を発揮するとか、効果が高いユニットなんかなって感じもします。で、それらを踏まえまして僕なりの育成方針なんですけども、こちら氷属性特化型です。トリシュラは使わないということなんです。これね、昨日の米読みで言ってのとお前ちゃうやんけとね、怒る人もいるかもしれません、はい、いるかもしれないんで、それねちゃんと説明しますんで最後まで聞いてくださいね。言い訳じゃなくて本当昨日ね言ってたのも間違いないし本心なんですよ。というか効率的に考えたとき、トリシュラを取ってつけた方が全然いいんです。はっきり言ってね。それによって、属性耐性あるときでも戦いようになりますからね。でも僕の場合って、それってね、ランディがいるんですよ。無属性アタッカー最強のランディが僕はいるんで、持ってるんでね。で、ランディがいるんやったらですよ。わざわざこのセイリオスの個性、ね、を生かして、マルチ型全方位型の戦えるようなユニットにするよりかはもう一点氷属性弱点の強敵と戦うように絞って育成する専門職型にしてしまった方がこのセリオスの個性2つを完全に生かすことができると思うんですよ。なのでその二刀流にして片方をトリシュラにしてやっていくっていう使い方自体はこれ全然間違いないし、むしろ王道というか制度というか、もうおすすめしたいのは正直そちらです。普通に。で、トリシュラ入手できたらね、他の属性アタッカーにもね、利用できますから、でも、その僕はロマンを求めて、セイリオスをこの氷属性完全特化型のアタッカーにしてあげていこうと思います。なので、その前提に立った上でのおすすめスキルセットです。まず、おすすめスキルセットの初期スキルコスト20で収まるのが、プラウドホース、氷アタックレイズ。攻撃アップ2、攻撃アップ3です。それでね、何で覚えるかっていうアークは横につけてます。で、続いて中期がですね、スキルコストこれ52になりますけれども、二刀流、スキルコスト14、ダブルインパクト、スキルコスト5、剣配ブースト、スキルコスト6、攻撃アップ1、スキルコスト1、攻撃アップ極み、スキルコスト6と。で、後期が、トリプルインパクト、スキルコスト11。で、最終形としまして、特攻ブースト、スキルコスト6と、正眼スキルコスト9。で、パワーカウンター、スキルコスト5というふうにつけています。で、このパワーカウンターをカッコで追加している理由っていうのは後で説明します。チャージ特技1とか2とかを入れてないのは特技よりも通常攻撃を優先するためです。で、先ほど言ったようにもうスキルは正直あんまり使えないと僕は思ったんですよ。使えないというか、まあ、場合によっては全然使えるんですけどね。それやったら通常攻撃の火力、個性1と2を生かしつつ、がっつり上げてしまえば、これもその、中期、多分ね、初期の段階でもそうなんだけど、ある程度のレベルさえ上げて、スキルコスト20以内でも、他のユニットのスキル程度の火力全然出せるんですよ。で、クリティカル系は、自前で習得できるクリティカルアップ1、2と、オートクリティカル。これでもう全然十分なんで。それにプラウドホースがあれば、HP 回復も間に合うかなと。で、ダブルインパクト、トリプルインパクトで通常攻撃の火力を増し増しにしていくという感じです。で、最終形で、特攻ブースト入れてるんですけども、今後そのアリーナが本格オープンね、再開した時ってのは、この特攻ブースト付きのセイリオスってのはかなり怖いですよね。ウィッチスレイヤーとかソルジャースレイヤーとか、ナイトキラーとかスナイパーキラーとか持ってますんで、かなり実は怖い存在になるだろうなと思いますね。
で最後にカッコ付きでパワーカウンターを入れてるんですけどもね、これやっぱ持ってない人がやっぱ多いかなと思ってずるいんですけどね、聖剣コラボの時のアーク聖剣伝説2にで取れるやつなんですよ。画面出しておきますけども、こちらパワーカウンター、スキルコスト5、超必殺技ゲージが最大まで溜まった状態でストレングスが 30% アップするんです。これセイリオスね、使ってる人分かると思うんですけどもね、超必殺技ゲージがね、溜まるのがね、早いんですよね。で、必殺技の表形線自体は、なんていうかな、たらたら単体を攻撃するだけのもので、他にやつのバフの効果があったりとか、デバフの効果があるもんじゃなくて、ほんと単体に対して強力な、攻撃を、ダメージを与えるというものなんで、正直普段そんな使うかって使わないんですよね。それやったら、そのパワーカウンターをつけて、ゲージを溜まっても必殺技を使わずに、ストレングスをプラス 30% なんでね、普段の通常攻撃とか特技とかの威力を上げれるんで、そうしたらね、本当ただでさえ火力アホみたいなんで、さらにアホみたいな火力が出ると思うんですよ。なので、僕は最後にこれ以上ね、パワーカウンターも覚えさせたいかなというふうに考えています。まあ、全体通してみてね、もともとの地力が強いんですよ。やっぱり後々出たそのユニットのこれ特徴なんですけどもね、スキル、自前で習得できるスキルっていうのがすごく優秀なんですよね。だから備えになったのか、後付けでスキルコストを上げてね、つけるっていうのは、まあまあそんなに慌てなくてもいいかなというのが全体を通しての感想です。というわけで、今夜は僕なりのセイリオスの育成方針とおすすめスキルセットの話をさせていただきました。で、冒頭にも言いましたが、トリシュラをつける使い方っていうのは、まずはこれが王道だと思います。で、一番効率がいいし、全体的な攻略って意味でも、全然いいんですよ。他にも活かせますからね。でも、僕はどちらかというとね、そのユニットの個性をがっつり活かすっていう遊び方、楽しみ方の方が僕は好きなんで、トリシュラをつけずに、効率で特化でセリオスを育成してみようと思います。まあ、この辺はね、でも賛否両論分かれると思います、正直。あくまで僕の一意見として、まあ、参考にしてもらえればなと思いますし、ぜひ皆さんの思うね、セイリオスの活用法、育成、スキルセットについてはですね、コメントいただけましたら、また紹介をさせていただきます。それでは、明日の動画でお会いしましょう。ではまた。